さあサポーターの見守る中、前半戦スタートです。サイドを紹介します。向かって右のエンドから攻めるのがスロープ C、 反対側左のエンドからがカメルーン。右にさばいて小さく出して、いい展開してますね。ダイレクトで体で止めた。右に出してチェック、ボールを奪います。チェックです。いいプレッシャーだ。うまくパスはつながっているんですよね。はい、そうですね。つながるところではつながってますからね。ですからやはり大事なところでの一本なんですよね。グラ、横を持っていく。前に出した。かなり動いてきますね。ボタンを出した。ヘッド。を見せてますよ。危ないシーン。ウィーラン、今日の一本目のシュートを放ってきました。いや、外れましたけどね。これが次のきっかけになるかもしれませんよ。さあ、不屈のライオン、カメルーン。同点のチャンス。チェックに回る。さあ、固まっている。さあ、カメルーン。本日最初のコーナーキックになります。ここからすぐ動かないといけない場面ですよ。ショートですね。右サイドエリア、これを奪い返した。右からスッと入ってきますよ。いいディフェンスだ。ウェボ、ベトー、このツートップにうまくボールが絡み出してはいるんですが、もう一歩及びません。カメルーン、必要に攻めているんですが、まだ及んでいません。堅い守りだ。チェック、正義に行く。カメルーン、今一つ思うように攻めきれていません。今のはどうやらオフサイド。まもなく前半も30分が経過します。落ち着いています。真ん中いい上がり方してますね。いいでしょう。アプローチ、サイドからの攻めを見せたんですが、ここは阻まれています。このサイドよく動いてますね。北澤さん、スロープシーン、今のところ1点リード。中盤の動きがこの辺から急に良くなっていますよね。そうですね、いい調子ですね。いいマークですか。ファールになります。ここからのフリーキック。さあ競っていく。同点のチャンス。ここで激しいヘッド。もったいない場面でした。しかし今のシーンは決めたいところでしたよね。カメルーン、決定的にも見えましたが、同点のチャンスを逃しています。チェック。カメルーン、先に1点を先行されていますが、どうですか。
そうですね、なかなかね、なんかリズムに乗れてませんよね。今ちょっと体力でしょうね。真ん中に行く、さあ追加点になるか。ここにアンドゥドア、背中の下のところに振り切りました。スロープシーン、結局はボールを奪われました。強い、丁寧に蹴ってきました。いや、取りにくいボールだったんですけどね、ここはよく止めました。ここで前半戦が終了します。エンドが変わって右にカメルーン、左にスロープシーン、アプローチ右に回して交錯した形、とも簡単に奪われてしまいます。ちょっといい展開してますね。パスをつないでいく、スペース
ガールが上がってくるという形ですね。後半30分を回ろうというところ、1対1かシュートミス、これはわずかに右でした。いや、うまく低めを狙ったんですけどね。両チームここでメンバー交代のようです。もう一度40分が過ぎました。中央から行った、おっとこのスピンパスが通りません。いやタイミング合いませんでしたね。いった、さあシュート、チェック、サイドからの攻めを見せたんですが、ここは止められています。ここで選手の交代があるようです。いい弾道だったんですけどね。左からのコーナーキック、ここは抜けに入りました。ここで試合終了です。試合に決着をつけました、勝利です。さあ北澤さん、結果として逆転勝ちという試合内容となりました。いかがでしたか。はい、コンビプレーと個人プレーが非常に機能してましたよね。なるほど。また攻撃的なディフェンスへとうまく流れてましたから、今日は十分にチームの良さを発揮できた試合だったと思いますよ。そうですね。それでは今日の試合を振り返ってみたいんですが、前半4分フラーいきなりの先制点を決めています。いいパスが出ていましたから、ああいった合図のようなパスがあると次につながりやすくなりますよね。そして今日一番注目されるシーンだと思います。後半21分、エンゲモー、ここで勝ち越しとなるゴールを決めています。今思うとあの時点で今日の勝敗がついたことになります。はい、そうですね。シュートもそうなんですけど、反応できないほどのスピードで打ち込んできましたからね。しかしボール早かったですね。それでは試合情報を軽く見てみましょう。カメルーシュートの数だけ見ても相手を上回っていますね。そうですね、特に後半に入ってからそういった場面多かったですしね。本日の結果は2対1、カメルーン逆転で勝ちを収めています。今日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。実況はジョン・カビラでした。画面のハイライトシーンをお届けしながらのお別れです。皆さんまたお会いしましょう。